私はせっかくあんな現実世界に旅に出てから幻想郷に住む人たちから多くの技術や知識を教えてもらった。私がせっかちゃんと違う道を進むためには、せっかちゃんとは違う何かが必要だったから、自分の道を、私だからこそ進める道を歩んだ。地球は偶然の産物、それまで私が積み重ねてきたものがあった。せっかちゃん、ここが衛星の桜だよ。ここの桜は永遠に枯れることがないんだよ。だからずっと咲いてるの。ありがとう、あんちゃん。でもなんでここに来たかったの？思い出したんだ。せっかちゃんが覚醒の前兆を見せた時のこと。霊峰山の霊気がせっかちゃんの覚醒を手助けしたパワースポットだったんだって。だから私のパワースポットはきっとこの地だと思ったの。でもなんで私も一緒に？あんちゃんが私のご先祖様で、ゲンブの最初のパートナーだって分かったからだよ。教えてほしい、ゲンブのことを、あんちゃんの全てを。お願いします、私の師匠になってください。私に戦いの術を、ゲンブとの戦い方を教えてください。あ、頭を上げてよ、オオカちゃん。でも、オオカちゃんはゲンブの司る式が違うんでしょ。なのになんで、無理だって諦めたくないから、目をそらし続けたくないから。だから現部とも向き合いたい、危機に向き合いたい、それが私の原点だから。うん、私でよかったら、教えてあげるよ。本当？いいんだかな、姉様の子孫を私が教えるなんてね。私はみんなからいっぱい経験をもらった。これはせっかちゃんにはないものだ。私は私にしかない武器で、せっかちゃんに自分の成長を見せるんだ。せっかちゃんは何か能力で私の魔法を打ち消す術を持っている。ならこのまま私が蘭を使っても意味がない。でも私の蘭はそれを見越した技があるんだよ。蘭デンドロジウム。花言葉はわがまま美人、そして効果は能力貫通追加。だけどこのままだと私は魔法や能力を使えない。だけどそれを解決する蘭もある。蘭デンファレル。花言葉は有能、効果は能力同時操作。マイル。効果が近接前、バカな。でも、まさか杖じゃないの。誰も杖だなんて言ってないよ。これはハルバート、この槍だよ。道理で先端がかなり鋭利だと思ったのよ。だけど近接は私の得意分野、私の土俵に立っているの分かっているのかしら。すごいね、力を流して即座に自分の体勢に持ち直した。知ればせっかちゃんがどれだけすごいことを平然とやっているか分かるよ。せっかの回避、様になってる。はぁ、私の一撃はお母さんですら剣を離すこと、なのになんで大川。引き春引き魔改造、進化。いや、離れ。どうなってる、私のゲロがうまく動作してない。なるほど。本来このために自動手術かを。すごい。こんな戦闘技術見たことない。私が剣に触れた一瞬の力を利用して私の下半身側の蹴りを。大川ちゃんすごい。なんでせっか様の攻撃を止めれるの。あの武器です。あれは衝撃を緩和するカゴが付与されてますね。だからあの武器で受ければせっかちゃんクラスの攻撃でも受けることが可能なんでしょう。それに守護剣下の使い方が完璧です。引きがある場所に自動守護剣下、相手がそれを受ける間にオオカちゃんは攻める。一人で攻守を両立させています。でも驚くのは他にもあるよ。あの武術、誰に教わったんだ。妙にしっくりしてる。そうだね。遠心力とあれは、なんだろう。とりあえず距離を取る。離れろ。はぁ、吹き飛ばされた。だけど関係ないよ。ラン、腹のプシス。吹き飛ばしている最中に私のところに猛スピードで突進してきた。腹のプシスの花言葉は、純粋な愛、効果は、吹き飛べ。どうせ、後ろに守護剣下展開してると思ったわよ。でも私を吹き飛ばすほどの力量は狼にはないはず。無限霊力。効果は、復元力。対象物 A に標準を合わせて、対象物 B と引き合わせる。つまりさっきのは守護剣下を対象 A に設定して、せっかちゃんを対象 B に設定。そして私が能力をオンにすると、せっかちゃんが対象 A に対して戻る力が働く。それは対象と距離が離れれば離れるほど強烈な力で引っ張られる。逆に最初にやったように、せっかちゃんを対象 A にして私自身を対象 B にすることで急速に戻ることも可能。これの肝心なところは、離れれば離れるほど戻る力が強まる。つまり、対象物を遠くのものに指定して、私自身を引っ張れば、冷静波力と高スピードを実現させる。今までの桜花では考えられないほどの攻撃力。私の原子も無効化している。徐々に徐々に桜花の柵にはまっていってる。貫けるコングラチュレーション、さすがだわ、桜花。あなたのその積み重なる想定外が石化の壁を壊した。見えてる、今桜花の目の前にいる石化。もう、死の物言える心境じゃなくなってるわよ。
私のミスだ。オーカの実力を見誤って出し惜しみしたから。オーラしか余計なところでオーラ消費するな。ここからは全オーラをかけて目の前の敵を倒す。原始回だ。もう容赦しない。守護戦か。霊力が弱まったか。守護戦かごと切った。せっか本気の戦闘モードに入ったな。あの状態のせっかちゃんは白と同じで態度がひどく威圧的になりますからね。普通に言うんですね。本当私せっか様より威圧的じゃないもん。せっか様の威圧は殺意。式台に解放を得得した時もそうだったけど、せっか様が本来の力を発揮するのは誰かを守る時じゃなくて絶対にこいつを殺すって本能からそう思った時。でもせっかは基本優しいからね。勝ち下には絶対にそんな感情を向けない。まあ単純に向けるほどでもないだけかもだけどね。ですね。つまりあの状態になったということは少なくとも自分と対等の敵と認めたということですよ。いいなぁ。ここ最近私あのモードのせっか様見てない。先に謝るわ。オーカ、私はオーカを侮っていたわ。言い訳するつもりはないけど、もう容赦しない。オーカもそれでいいよね。むしろずっと手を抜いてたのか。相変わらず甘いんだよ、せっかちゃんは。私は最初からせっかちゃんを殺すつもりだ。ならせっかちゃんも本気で私を殺しに来なよ。私を舐めるな。覚えておけ、せっか、手加減は優しさじゃない。相手への侮辱だ。相手の全ての思いを見下す行為だ。今後一切そんなことするな。わかった、オーカの教え、これから先の教訓にさせてもらうわね。わかればいいよ、私はせっかちゃんの双子だからね。そういうのを教えてあげれるのも私の特権でしょ。バーカ。と言いつつ私ももう出し惜しみをしてる場合じゃないよね。せっかちゃんが本気になった以上私の今の勝機はなし。なら、全てを出し切って。出し切った上で私の成長を広め会を閉幕しようかな。集大成だ。まあ、こんなもんかもね。ねえ、あんちゃんは昔玄武と仲が良かったんだよね。うん、なんなら今もオーカちゃんが来てくれている間話してるよ。私からしたら1000年ぶりに会った友達だからね。話が弾んで弾んで。ねえ、玄武はなんて言ってる、私に対して。私は玄武の姿は愚か、声も何も聞こえないんだ。だから玄武の私に対する評価を聞きたいな。申し訳ない。だって自分が間違えなければ他の姉妹のように玄武の才を発揮できた逸材だったのを我ら詩人が無限にしてしまった。本来無限霊力を受け継いだ者が式の当主になる宿命。大川は本来4姉妹の中で一番の才を持っていた。真打ちを得得したいなら心よく受け入れよう。大川の思うように判断するといい。だってそうか、もし真打ちを得得したらせっかちゃんみたいに強くなれるの。間違いなく。だって大川ちゃんが決めたらいいよ。いらないや、別に私玄武を服従したいわけじゃないし。それより友達になってよ。あんちゃんと仲いいなんてずるい。今は私と契約してるんだから私とも仲良くしてよ。大川ちゃんは私と同じ道を進むんだね。へえ、玄武は友達だから服従して力を得るんじゃなくて一緒に戦いたい。うん、話せなくても私の能力としてつながりがあるんだから共闘できるはずだよ。だから私はその道で強くなりたい。そっか、なら大川ちゃんにこれあげる。すごく綺麗だね。ほうとう、身を姫。大川ちゃんのご先祖様、私の姉様が生前に作った究極の一振り。私の姉様は生前は槍の達人でね、私は鎌使い、それらを合わせた混合武器なんだよ。これを私に。うん、だって本来は大川ちゃんみたいな姉様の子供たちが持つものだからね。私はもう鎌以外使うつもりないしね。その武器に込められた姉様の思い、そして私が教えた経験、今大川ちゃんに力を貸している玄武。他にも大川ちゃんが得た経験全てを出せばきっとどんな相手にだって負けないよ。地球人玄武七王戦、ランマン玄戦か。戦役決壊、妖艶に舞う桜姫。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。